100キロオーバーのスラロームでは軽量化よりも重量バランスが重要になる。ブラックバードは軽量化により重量配分がリア寄りになっている。前輪の接地感は超高速域で消える。この男の腕をもってしても手に余る。これが軽量化の弊害だ高木。